ぶどう。ぶどう？今日はニューバランス履いとったじゃん。今どうしたの？はい、ニューバランス。ぶどう、どんな花？どれが花？これ。うん？これ。これ？うん。これもここにもある。これがブドウの花だ。うん、ここブドウの形してるじゃん。もうほんだね、ブドウ。これが花が咲くじゃん、ほら。ほら。本当だ、ブドウの形。こう、みんなこれ。うん。あ、だって、しわしわだね。なんで？しわしわ。そうか、なんか。それで、うん、もう一つ。うん。何、発見？うん。何発見したの？サヤエンドウの四つ葉？これ。何？アスパラじゃない？え？アスパラ巻いたの私。ここに？うん、できてもできんでもいいわと思って、あの駐車場にあるじゃん。駐車場の入り口の左側にアスパラの木が。知らん。ある？あるじゃん。そこにね、真っ赤に熟しとったもんで、うん、持ってきてここにバラバラと巻いとった。うん、芽が出て、うん、これはなんだかわからん。は？これ。だろうこれ、キュウリか雑草だろう。違う違う違う、え違うのこれ、なんだろう、キュウリかな。去年、わかる方いますか？去年ここに何作ったかなと思ってさ、ぜひ情報を。ほんでこのイチゴ、イチゴが何これ、これすごい実になるのかね、いつできるのこれ。もう向こうの方は大きくなってるよ。サヤエンドウは取っとるかね。またいっぱい、昨日一日取らんかったらこんなのすごい、すごいな、サヤエンドウ、すごい、ほんとすごいな。枯れかけてるからさ、あこっちも、あもう、うん、時期が、中が黄色くなってる、ね、うん、花が増えて少なくメダカはどうだね。メダカ元気、どこ、メダカの紹介お願いします。メダカ朝行く時餌やってた。みんな下に潜っていっちゃう。ちょっとトントンってやってみて。うん、余計潜っていくわ。どう、うん、これ日が差し込むとね、すごい上が上がってくる。うん、本当全然見えるの。うん、みんな隠れてる。この隠れるとこがあるでいい。ちょっと上げてみ、隠れるとこ。何？映らんってそんな。エンドまた今日30分。ほんで荷物が送ったっていうのは来ないじゃんね。昨日8時まで待ってても黒猫だって。ほんで来ない。うん、あそこの倉庫の中入ったんじゃないの？え、何遍か見たよ。入ってないの？入ってなかった。もう一遍見ようかな。見てみる。入っとるかもしれない。そんな大きくない。何が？あ、昨日の？うん、昨日の。昨日のアスパラガもう食べれるじゃん、これ食べてもいいんだよ、食べてもいいんだよ。昨日のこう、じゃあ見てみりん、お前のも来とったじゃん。アナだいぶ前に来とった。そんな見なくていいの？ 見なくても車がなかった、あれ車用のやつだもんね。車検出しとったもんね。何、ちょっと待って、何後ろ、ん何それ、何その T シャツ、ゆめこの、ああほらあるか、だいたい奥になんか持ってくわけよね、うん、この辺に置いてくはずだ、うん、他マッチボックスで置いていたでね、うん、ないだろ、ないな、ほんで黒猫だって言うじゃんね、うん、おかしいな、今日また2時から4時の間待ってるのかな。電話しやいいじゃん。どこへ？黒猫ね。でも書いてあるから置いといてくれるだろ。これで、あの、あれで送ったって、クール宅急便で。これでいいわ、腐らんで。で、今日何やるだね？今日は
あ、ついでコーヒーゼリーでも作ろうかな。はい、ということでコーヒーゼリーを今から作ります。暑いよ、25度だよ今日は、もう今からすぐちょっと休む、はい、ちょっとコーヒーゼリーか牛乳ゼリーかどっちか、ちょっと休んで夏用のスイーツを作ります。うん、それでさくらんぼかなんか買ってきて上乗せれば綺麗じゃん、コーヒーゼリーだとさくらんぼじゃ変だよね。コーヒーゼリーだと生のホイップクリームじゃないの？あ、まだまだ、あの前のところにあるコーヒー入れるやつ。は？生クリーム、コーヒー入れる白、うん。あれかけ。なんであるのそんなの？前とこある。あるよ。なんでここにあるの？なんでここにあるの？ここにはないけど今からもらいます。うん。あのあれとヒロトに送るやつと。うん。はい、ということで今日はコーヒーゼリー、これからちょっと休憩してからちょっと休憩してから作ります。今日はこれでコーヒーを作っていきます。エスプレッソメーカーです。それでは入れを入れるもんで、これはね、IH じゃなくてこうやって赤くなってくるじゃん。あらら、何それ。これあのあれ、普通の鍋で使える、普通の鍋で使える。あ、 IH 対応しなくてもこれで使える、これで鍋でもいいじゃん。じゃそれ IH でできるんでしょ、うん、IH できるんだったら IH でやればいいじゃん。はい、こんな感じで蓋を開けるとここに出てきます。てきた、はい、そろそろ音がしてきましたのでコーヒーが出てくると思います。そうだよね、あんだけばっか水入れただけ。ほらほら見てみ、あー本当だ、こんな感じでコーヒーが下から出てきます。ほんでそれいっぱいになっちゃう。おーおお、ほらコーヒーのポコポコポコっていうサイフォンの音がするでしょ。はい、出来上がりかな。消した？まだ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 出てきて、消えちゃったじゃん赤いのちょっと水の入れすぎじゃない？こういうもん、蓋開けちゃいかない。何開けるの？見えるように開けるんだ。はい、出来上がりです。で待っとって、はい、こんな感じでコーヒーエスプレッソの出来上がり。で一遍味見せて、エスプレッソだから一応全部入れる、全部入れる。あ、そうだね、どれぐらい量があるか分からんか。あ、コップ一杯だ。エスプレッソ出来上がり。電源入れてこれでいいね。これだけど、そのままもう一杯作ってあげるか。これは普通に飲むやつ。うん、あ、飲んでみる一口。これじゃああれだね、どれぐらいのコーヒーか。うん、苦い苦いでしょ、エスプレッソだから。いい、ちょうどいいわ、これ薄めりゃ。はい、じゃあエスプレッソを少し水で薄めていきます、うん、コップ一杯ね、これ一杯薄め、うん、で砂糖入れて。美味しい、多分コーヒーゼリーができるよ。山盛り3杯入れて。苦っお前たちこれこのまま飲んじゃう。ミルク入れるよ。はい、コーヒーはこれです。苦っ、そんなものよう飲むね。私夕べ一杯普通のコーヒー牛乳入れてこれ一杯を夜飲んだらもう寝れへんちって今日濃いで今飲んだからもう今日夜寝れんよ。うん、あの夕べの、はい、今少し薄めるために水と砂糖をここ入れてます、うん、砂糖が溶けたらコーヒーも入れていきます、うん、ちょっと入れた方が美味しいだな。砂糖入れないもんね、コーヒーゼリーには。入れんよ、クリーム入れるだけでもね、うん、なんで砂糖入れちゃうの。なんで、甘い方が美味しいじゃん、こんな苦いのを食べれない
溶けちゃうってスプーンが。スプーンの先溶けてるんでしょ。溶けてない、溶けてないけど、溶けてないけど溶けそうだから、ちゃんと普通のやつにしよう。もういいね、いいでしょ。ほんで止めて、あ、止めちゃいかない。寒天を入れて、ちょっと寒天はちょっと2年間で溶けない。はい、さっき作ったエスプレッソで入れてきます。うまい。おや、だって高いもん、コーヒーが。そんな高いコーヒーもったいない。寒天を、本当にそれ寒天なの？寒天だと思う。本当にちょっと、まあ、味にしてみたよな。味でわからんもん。いいわ。なんだ、固まったら寒天だから。固まらんかったら何？固まったら、出なかったら塩コショウ。はい、2杯、小さじ2杯入れていきます。1杯半入れていきます。どの時点で固まってくるか分かる？これがちょっと煮るとね、うん、ちょっと煮て、ほんで器に入れとくと固まる。冷蔵庫入れとくと夜の来たら食べれるようになってる。どまだ分からんの？何が固まるかどうか、その時点で、今の時点で。ここ分からん。少し沸騰するまで煮るの？うん、ちょっと煮んとかん。寒天は栄養ないけど、ゼラスだから、そういうのはね、ゼラチン、ゼラチンはね、うん、あの煮ちゃいかんけど、寒天は煮ない。寒天ってあれでしょ、食物繊維がたくさん、うんうん、あのところてん、うん、こんなところてん、こんにゃくところてんの仲間、うん、本当にどう、寒天っぽい？全然わからないね、味見。あ、美味しい。コーヒー、コーヒーがやっぱり美味しい。甘み、コーヒーの私には甘みがちょうどいい。もういいね。はい、これで何に移る？ボウルに移してる、うん、ボウルじゃなくて、うん、何に移す？熱いね。あ、あったあった、薄いのがあったと思った。これじゃちょっと、ああ、そのタッパー ね、それなんか入ってたね。トモコが起こしてた、ね、アジフライのですか。あ、そうそうそう、それこんな熱いの入れちゃっていいの？いいじゃん、何度ここに書いてあるの？何度って書いてある？耐熱。ちょっと一応念のため少し冷めてから。冷めたら固まるんじゃないの？うんうん、そんなに早く固まる、うん、はい、ということで今日の夜までにはできると思います。あれが寒天だったらね。はい、それではタッパーに移していきます。ちょっと大きいで厚みがないかもしれないけど、いいね。大きいで厚みがないという、あ、薄い寒天になっちゃうってことか、うんうん、はい、こんな感じです。はい、これを冷蔵庫で今日一日冷やして夜主食です。あんた先食べちゃいかんよね。なんで？主食するんだから。パカって開けた時にさ、食べてやったらあんたがつまみ食いしたっていうのがバレるね。はい、それでは夜までしばらくお待ちください。いくら使ってもいいもんでね。はい、今日の朝のコーヒーゼリーどうなった？なんで忙しいんでこないで寝ようと思っとった。トンコさんから電話があって、ほんでミクに言った、ばあちゃんに、ね、あのコーヒーだよって言ったら、ばあちゃんほんで自分でもう一つ作ってね、ほんで食べればいいだ。それもあるなと思ったけど。はい、こんな感じでできました。また食べてみる、食べてみる、食事寝れんくなる、寝れんくなる、明日の朝にする。特にさ、うん、あの美味しいコーヒーじゃないの？そうだよ。あの、嫌だ、今日バカに忙しかったからね。じゃあ明日に、明日にしよう。おはようございます。一夜明けてコーヒーゼリーようやく試食です。ちょっとその前にメダカ、昨日は隠れちゃってましたが今日はどうなんでしょうか。いますいます、隠れちゃった。はい、ということで今日は帰ってきてるんでしょうか。ウォーキングから帰ってきとるかね。
ちょっと味見、一夜明けて味見したしてないよ、食べちゃったんさあ。コーヒー寒天ちょっと少なくて広がるのが今度は小さいやつ、小さい色、半分ぐらいのタッパーがある、うん、それでもっと熱くなるやつね、コーヒーゼリーじゃない、コーヒー寒天。今日はね、キャラブキ作る。何キャラブキ？ムキが一本送られてきたから、うん、それを甘辛く、うん、柔らかく。はい。うまそう。はい、コーヒー寒天。じゃあ、あんたちょっと先に食べてみ、俺違いがいつものコーヒーと違いが分からんから、すぐ私が、じゃああんたいつも作ってるコーヒーとどう違うかなと、去年作ったで忘れた、何、私は休みので結構違う、美味しい、はい、コーヒーゼリーです、コーヒー寒天か、美味しい、いくらでも食べれる、私は、ね、うん、やっぱりコーヒーの味がすごいする、する、薄めてもだいぶ薄、あ、倍にしたね、うん、倍にした、美味しい、うん、はい、ということでコーヒー寒天大成功、ほんでまたね、うん、五つ葉のいいやつ取ってきたよ今日、うん、こうでかいな、大きい、でかい、大きいサイズが、うんうん、比べるものがないじゃん、うん、スマホのサイズと比べてこんなサイズ感です、うん、大きくてはっきりしてるのに、はい、今日はキャラブキ、どれ、田舎でね、吹きをね、いない吹きを送ってきてくれたので、それをね、美味しい、美味しい、私多分今からみんな食べちゃうと、うまいな、昨日田舎からクール宅急便で届いた山梨実家です、取ってきた、いや、田舎のうちの裏にいっぱい生えてる、うん、自生しとるやつ、そう、うん、昔の山へ、これをね、皮むいて、皮むかんでもいいよって言ったけど、Google で調べたらね、Google で調べたらね、皮むかなくて、ほいで圧力鍋で10分から20分煮ると、うん、それから味付けるんだって、うん、はい、ということで今日やる、今から、うん、まだ 見せると、何がさつま、じゃがいもがポキンと折れてる、ほいで掘ると、あの、虫が折るかもしれない、ということで今から、あれ何、ネギリムシじゃなくて、そうそう、ネギリムシ、うん、で、なんで知ってるの、ネギリムシって、あんた去年なんか言っとったよ、そうやって、もう、あんたがね、言えるかどうかわからんよ、どれが折れとる、あ、これ本当だ、完璧に折れとるじゃん、折れとるのか、枯れちゃったの、枯れちゃったの、 あ、違う、切ってあるよ、ほら、あ、本当だ、ね、なんでさ、ということはここに出てくるはずです、で、そんな浅いところで出てくるの、すぐ折ったんだよ、出てこいよね、うん、もうこれ以上掘るとこっちの方に何発見できず、他に被害はないの、うん、これ、うん、だからどれが落下するの、これ、これもそうだけど、これ、これは何、これ、ん、これが梅雨草じゃん、うん、草じゃん、これ落下性、うん、一緒に植えたけど、あの落花生の芽が出てきました、ここのがよう見える、どれ、これ、これが落花生です、なるかな、できるかな、一緒に撒いても出るのと出んと、これをあのカラスが拾っちゃう、うーん、あ、あそこの、うん、ちょっと白いの、ドラえもん小屋の前にある枝豆、はい、ということで今日はキャラブキに来て、ランチ。
ランチ？お母さんと青い飯だった。青い飯店、うん、はい、ということでキャラブキを今日は自撮りやります、うん、あ、持ってくる？